はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回は、はいこちらのトミカと、はいこちらはねちょっとチラシ後でね最後にチラッと見ていこうかなと思います。じゃあ早速ね行きたいと思いますが、はいついに登場いたしましたローソンオリジナルトミカですね、トヨタ GR86 になります。はいもうね発表された当初から話題になっておりました、はい、今回のローソントミカの86ですよ。ついに出ましたけども、まあ、発売日はね本日ですね、ローソンで限定で売ってるんですけど、取扱い店舗の方ねあのリンクの方ちょっと下の方にね貼っておこうかなと思うんですけども、まあ、ただねこのね取扱い店舗全部にあるわけじゃないんですよね。近所でいくつか回ったんですけども、割とあの少ないんで、もし気になった方はねお早めにね探してみてください。であとあのこれね結構個数少なくてですね、1店舗におそらくねもう全ての店舗において4個ずつの入荷になってると思います。で再入荷とかちょっとねもう今後ないみたいなので、本当あのお早めに。じゃあちょっとねもうその辺ね話すと長くなっちゃうんで、では見ていきましょうか。今回ね、まあ、86ということでこんな感じの、まあ、ローソンらしいこのカラーというかこのブルーですよね。まあこの辺のねカラーに関しては、トミカショップのモデル、この辺と近いかなと思ったんですけど、まあ、スープラはまあ緑すぎるんで多分違うと思うんですけど、ソリオが、割と近いかなと思う感じなんですよ、パッケージの色を見る限りね。なので後でちょっと、ね、並べようかなとは思います。でパッケージの感じですね、全体こうなっておりますね。まずまあ正面にローソンのマークが入ってますね。これがちょっとなんか不思議な感じですね。でローソンらしいこのようなブルーがねメインカラーになっているデザインになっておりまして、といやなんかローソントミカ来たかっていう感じですね、本当ね。このマーク見るとね、今後なんかファミマとかセブンイレブンとか、まあセブンイレブンありえるかもしれませんけどね、そういったものもいろいろ出てほしいかなと思います。よしじゃあね86楽しんでいきましょうね。さあさあさあどんどんいきたいと思います。まあ本当にあの皆さんのね手にあの行き渡ればいいかなと思ってます。ではでは参りましょう。どんな色でしょうかね。 X とかで結構画像は見たんですけど、あでも思ってたり結構明るいね、このあー綺麗なんだこの色青っぽいような感じなんかな。よしちょっと見ていきましょう。わ結構かっこいいですね。多分実写にはこういう色ないと思うんですけど、まあバイクじゃないですけど、まあ別の意味でローソンカラーなんですかね。さあさあさあそれではちょっとね楽しんでいきましょう。まずですね全体ですが、はいくるりとこんな感じになっておりますね。いやもうとにかくこのボディカラーがまあパールのまあブルーでしょうね、緑に近いんですけどブルーだと思いますが、このような色使いになってます。ローソンらしいカラーだと思いますね。でトミカの作りでいうとフロントこんな感じです。グリルはね別パーツになってまして、ブラックで右上にはね GR のエンブレムがこのようについてます。でバンパーとかねこんな感じになっておりまして、でヘッドライトねシルバーの塗装仕上げですね。でボディカラーはねもうほんとこんな感じね、まあ、パール系のブルーといった形になっておりますおります。で側面ですが、はい、横から見てみるとこうなっておりまして、まあ、おなじみの GR86 の車体ですね。形はね通常のモデルと一緒かなと思います。でホイールタイヤはシンプルにこちらね黒のね成型色のスポーツタイプのものになってます。で後ろですが、はい、テールリア周りはこうなっておりまして、とエンブレムとかロゴ関係ですね、はいここねしっかりとね入ってます。後ほど大きくしてこの辺り確認したいかなと思いますね。しっかりと描かれてるんでしょうか。でテールレンズもこれね塗装でデザインがね再現されておりまして、このようになってますね。美しいですね、うん、いいかなと思います。いやさすがですね、うん、いいねかっこいい86ですね。で反対側の側面ですが、はいこちら側もこのようになっておりまして、とで上から見てみると、はいこんな感じですね。で底の部分はと、はいこのようになってます。でこの車両はねギミックの方ですが、サスペンション機能がついてますね。はい、いやなかなかね、まあ、思ってたより結構青みが強いねカラーになっておりました。こちらねローソンオリジナルトミカトヨタ GR86 でした。でちょっとソリを横に置いてみましょう。パッと見はなんかちょっとね似てるっぽい気がするんですけど、トミカショップのねソリオ、ではではどうでしょうか。イメージ結構近いんですけどね。では置いてみましょう。あでもどうでしょうどうでしょう、どうだあでも似てるか、かなり近いものがあるんじゃないかと思いますが、この光り方というか輝き明るさですね、まあ、ここに関しては今回のローソンのね86の方が明るいかなと思います。なんかちょっとソリオの方がぼやっとしたというか、そんな感じの色に見えますよね。まあこっちの方が艶やかですね。はいこのようになっておりまして、まあまあソリオもねもちろんめっちゃいいんですけど、まあ、今回86ねなかなかの色使いになっておりましたね。まあ実写ではねない色だと思うんですけども、素晴らしいローソンオリジナルのねカラーになっておりました。
気になった方はね、ぜひちょっと取り扱いのあるねローソンに行ってみてください。であとですね、ちょっとね、まあ、余談でもないんですけども、こちらのねチラシがねトミカショップでね配布されてたんで、ちょっとね見ていこうかなと思いますが、はい、今年もねゴールデンウィークトミカ博 in 大阪ですね、こちらが開催されます。でトミカ博に関しては、以前ね、まあ、軽くね情報ね触れたところもあるんですけども、で今回ねちょっと見ていこうかなと思うのはこの辺りですね。トミカビームとディスカバリーガレージ、そしてですね今回のイベントモデルに関しては以前ねお伝えしたんで、そちらをね見ていただければいいかなと思うんですけど、はい、今回アトラクションゾーンのこれがねまだカラーじゃないんでちょっと残念なんですけど、まあ、このようにねちょっと車両たちがね判明したので、軽くねちょっと見ていこうかなと思います。まずね組み立て工場、今回も3種ありますね。第10弾11弾12弾ということで、10弾がね三菱アウトランダー PHEV で、11弾がスバル BRZ で、12弾がロンドンバスとなってます。いいですね。ロンドンバスって以前にありましたかね。僕自身はちょっと組み立てたことないんで、まあ、今回もこの3つね両方とも、まあ、全パターンね行こうかなと思ってるんですけども、まあ、おそらくシートとかボディカラーの組み合わせはどうなんでしょうね。なんかねどっかでねカラーの組み合わせとか情報がね出てたような気がするんですけど、ちょっとねまだ僕自身が確定できてないんで、そこは割愛させていただきますが、まあ一応ねこのボディ色と内装色がそれぞれ3色ずつね登場するものだと思います。ちょっとデザインがね、まあ、モノクロで分かりにくいのが申し訳ないんですが、いいですね。まあ、特に BRZ はねこれが一番並ぶんかな。でロンドンバスもね僕はね個人的にめっちゃ欲しいし、アウトランダーもいいんで今回非常に楽しみですね。で、ね、値段がこれ900円になってるんですよね。1回900円なんで、まあ、去年確かね800円だったような気がするんですよ。だから実質多分値上げですよね。そこがちょっとまあまあまあこのご時世仕方ないかなと思うんですけども、ね、今年のトミカ博もねちょっと組み立て工場頑張って並んで楽しもうかなと思います。まあ、多分会場が閉まりかけの頃に行くともうスーッとスムーズに回れそうな気がするんで、僕はその辺を狙っていきますね。であとミニミニドライバー工房で、これね写真撮って運転席に、ね、乗せてもらえるやつで、これが1000円で、車両が第9弾の日産シルビアですね。こちらもちょっと息子と一緒にやろうかなと思ってますが、かっこいいねシルビアになってます。であとこのアトラクションで、まだこのトミカ釣りしか乗ってないんですけども、おそらく今回も3パターンぐらいあるんじゃないかなと。なんかルーレットみたいなやつとかね、なんでしょう、なんかジグザグ行ってゴールみたいな、なんかねそういうのが多分他にも出るんじゃないかなと思ってます。その辺のね景品とかは開催されてからね、またね X とかね、また動画でねお伝えしたいかなと思ってます。まあという感じで、まあトミカショップでねチラシがありましたので、軽くちょっと背面のモノクロですけども、新しい、ね、情報ね触れていきましたね。トミカ博 in 大阪、今年のゴールデンウィークですね、4月の26日から5月の6日です。でチケットの方は前売りになってますね。全部ねネットのみになってるんで、当日ね遊びで当日でも買えるとは思うんですけども、もしね計画されてる方はお早めにチケットの方ね購入しておいてください。特に、まあ、要注意としてはトミカビームとディスカバリーガレージ、これはね事前に買っておかないとなくなる可能性がありますので、そのあたりはねご注意ください。はい、ちょっとローソントミカの方に長くなっちゃいましたけども、はい、今回はですねローソンオリジナルトミカがねついに発売されたので、こちらの車両とトミカ博in大阪のねチラシちょっとちらっとで見ていきました。まあ、もうすぐね4月ですね、新生活皆さんね始まるかなと思いますが、気持ちをね新たにねお互いね頑張ってね行きましょう。そしてトミカ博in大阪ゴールデンウィーク非常に楽しみです。僕も行くんで、会場で見かけたら遠慮なく声かけてください。まあ、ということで今回ねこの辺で締めたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様の、ね、チャンネル登録やコメント評価どんどん待ちますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきましてありがとうございました。またねこの動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。